こんなんだよ。あ、今回カズノコさんのねユン投撃前にちょっとね見せていただいて、本当にこちらいいのかっていう感じだよね。まあ、ちょっと仕上げていく過程なんで、ちょっとこれ、まあ、こういうね人に見られてるところも、そうですね、あの一応経験しつつっていうところですよね。まあ、むしろ感謝していただきたいと、うちらに。お、そうだね。そう、これは吉尾さんのタグなんで、吉尾亭のタグです。あ、吉尾さん、はい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 、ガイルの吉尾さん。そうですね。変わった花丸。花丸さんの可能性は なきにしもあらず。いや、てか花丸だと思う。おそらくいないもん。確か吉尾さん。ちょっとした吉尾さんが使ってるかもしれない。サガット。吉尾さん舐める。ちょっと吉尾さん。吉尾さん下がったら見たことないな。いけね、間違えちゃったっつって。いや、でもカラー見ればわかんじゃん。カラー見れば。ああ。花丸木カラーだ。花丸木カラーってどんな色？いや、多分花丸木だと思うよ、多分。黒タイツだね。あ、わかんねえ。わかんねえ。ノーマルか。プレイスタイルで。勝手に判定するという。いや、でも俺プレイスタイルで大体分かっちゃうよ。あ、間違いない。丸木さん？丸木。これで違かったら。お前謝れよ。うん、断言しといて。まあ、マジ謝る。ただ、花丸木だった場合はどうする？いや、それはやっぱりなっつって俺褒めるよ、お前は。ふざけんなよ、でもリスクなしじゃないか。いやいやいや、ほんとに。うるさいよ、うるさいよ。結構マジになってた。あ、ごめんごめん。いや、一応 BGM の予定だったんだけどね。ちょっとね、音がちっちゃいのかもしんない。あ、そうだ、ね、大丈夫。ちょっと上げちゃうか。うわ、こいつ。これはやりにいってんな。お、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 詐欺飛びパーツじゃないですか。おー、やーる。これこの間開発したんですよ。いや、でもお前何年前から見たやつ。嘘だな、ね、開発結構みんなやってたぞ、前から。結構みんなっていうか、まずお前が調べたのじゃねえだろ。とりあえず言ったもん勝ちだからな。お、お、あ、こう、そこはね、キーニエージっていう。お、二度項目まで挟んじゃって、ノリノリだね。これも俺今でも今の怪しかったな。今のは怪しいっていうか絶対詐欺になってない。あ、おうほう、おお、こうなってしまった時に下がった側は厳しいか。おお、見てから、それあれだよな、これうまいよな。終わりじゃないですか。これボンちゃんですね。ボンちゃん、それは今自分の株を上げどうした。ボンちゃんがやってて、お前花丸木がマジかわいそうだろお前。いや、俺も花丸木さんで最近ボコられてるんですよ。本当に結構いい勝負したりする日あるよね。もうなんか花丸木さん急になんか動き速くなったりとか。ああ、なんか緩急激しいよね。そう、激しいんですよ。しかもなんか花丸木ってさ、前昇系とかさ結構使って押せ押せの時あるじゃん。なんかいきなりなんかすごいアクティブだなみたいな時は。ああ、はい、そうですね。そうそうそう、そういうのでね結構ね困るよね。本当に、まあ確かに困りますよね。困るよ。ちょっと音量上げてみようか。ちょっとあれ、配信見てる人注意ね。これぐらいでお前十分だろう。あ、これでコンボミスは起きないです、ね、もう起きないでしょ。でこっちの方ちょっと下げるからちょっと待ってて。こんだけありゃね、もうそうですね、まず間違いないから。もう多分二度とコンボミスんないね。二度とコンボミスんない。なんでそれ適当なこと言っちゃうの。ちょっとしかコンボミスんないね。そのちょっとが出ちゃうのはちょっと、はい、しかもお前キャミーとやったことあるんか。いや、キャミーやったことないっすね。でもコンボはミスんないんだよね、キャラ関係ないから。そうです、そこは。実際タイトはあんまいないか、キャミー。結構タイトっていうか新宿はキャラ偏っちゃってるからね。そうだよね。うわ、あー、うまい。そこやっぱ出るな、ユンなら。出る、ユンなら出る。もう上見てたもん。ペイロンとかすごい敷居高いよ、あそこで出すの難しいんだ。対空ね、出すその目はお前。ちょっと村田さんの気持ち分かりますね。村田さんに。プレッシャーがあった。二度とミスらないコンボ。俺はでも村田も似たようなことやってたからな。てかミスらないようにコンボを選択してるんだけど。汚ねえ。おお、届いちゃうのか、あれ。おお、逆にね。おっと、出る。さあ
おっとおっと、出たゲージ内投げバンバン決まるね。ちょっと待てよ。いやまだ終わってない、絶対もう一回やる。あ、今のは見たんだよな。分かってる分かってる、結構見るもん。え、でもコンボはやっぱミスってないから。そうですね、そこはコンボはミスでも全然大丈夫、そこは信頼してもらって。じゃ村田さんっぽくやってみましょう。村田にあんだけ言っといてね。帰っていいよまで言ってた。ひどいこと言ってたからな。すごいこと言ってた。じゃあ、ちょっと、え、お、いや、相手もかなりやってるぞこれ。うまい。相手も1万 BP 持ってるからな。来たか。さあ、コンボミスれない。これは行ったか。死にはしないな。そうです、死にはしない。ここからコンボが決めるよな、普通。ケマンのライト。相当きたね。やべえ。ああ、今の、今のちょっと審議入るけど。今のミスに見えますよね、今の。今のミスに見えますね。タイミングだね。まあだからあんたそのレベルなんですよって、そういうことっすか。いや、でも和田さんだったら分かってくれるかなと思ったんですよ、ね、僕は。ちょっと俺分かんなかったな、今。分かんなかった。全然分かんねえわ。和田さん分かんなかったか。一応、ミスに見せかけて、そういう読み合いなのか。そうですね。一応来撃するふりしてみたいな。で、相手に逆にミスを誘うみたいな。そうですね、分かってますよ。でも今初めて見たんだけど。すごいコパンコパンみたいな風にして、コパンコパン安定安定、絶対に落とさないようにとか言って、一度と一度とみたいになったから。あ、ゴーケンですね。ゴーケンキャラの設定上強いですからね。いや、感じ絶対関係ねえよ。キャラの設定上も微妙じゃねえか、これ。いや、強いんじゃないか、設定上の。豪気よりは絶対設定上強いですよ。いや、でもそうなの、あれだよ、竜とかがもう平然と出してる昇竜拳、お前、最終奥義なんだぞ、お前。いや、そこはもったいぶってくの分かってるでしょ。最終奥義、新勝利。エンターテイナーなんですよ、なるほどね。北斗の拳も、なんかこんな立場のやつあんま強くなかったぞ。ラオウにやられるだけの役目だな。なんだっけ、ああ龍拳、龍拳だね、拳だったらなんだかわかんないけど。お、はい、おあれなんなの、あれどっちかわからないな。あ、来た来た、さすがさすがですね、昇竜拳。まあここはあえて、まあそう、まあ、そうどっしりと受ける。おこれはなんだよくわからんぞ。隠りますよ。来た。落とさない、絶対に落とさないコンボが。ちょっとなんか浮き引っかかった。怖かったんちゃうの。今の挑戦しなかったね。挑戦しちゃった。あ、やっぱ。ワード低めに拾ってって感じ。しかも。何言ってんだこいつ。ゲストゲストゲスト。いやもう丁重に扱ってるよね。すごい。本当に腫れ物扱うぐらいの。こいつを誘ったのは誰なんだ一体。てか普通に企画ミスだなこれ。企画ミスだな。ああこれは。ドン。おお。おお。結構難しい。いや超簡単だから。超簡単。最後中ジェスチョンするんだったら難しいけど、ジャックは簡単だ。え、中ジェスチョン入るんですか。中キックを多分ビタで入れれば入る。マジですか。キャラゲンだと思うけど。そうですね。なんで知ってるふりしたの。そうっすねと。なんで切り替えた。村田さんっぽくなってきちゃってるんで、ちょっとここでバシッと。バシッと、バシッと。俺はそっち側じゃねえ。そっち側じゃねえぞと。わかりました。わかりました。はい。どうぞ。そうっす。だから入ってくるペース早いよ。結構激戦区っぽいよ、ね。激戦区とかあるんですか、乱入。いや結構 ね、入ろうとしても入れない。なかなかいつもオンラインで対戦してないから、あれなんだよ。やろうと思っても、はい、なかなか戦う機会ないから。そう。あんま戦う、そうですね。あんまネタが。オンラインあんまやってないでしょ。そうですね。ちょっとぐらいでしょ。今 PP ちなみにどんぐらい？やらはちょっとわかんないんですけど。やっぱこの流れはシリアルタグでやっただけなんで。俺なんかでも、うん、ちょっと検索してもらえば。ランキング見たことあるんですけど、なんか、うん、その V から始まるなんかタグの人が、うん、すげえ高くてちょっとで一応びっくりしましたよ、ね、一応履歴そのプレイ履歴見たら結構うまい動きしてんなみたいな。いやもううまいっていうレベルじゃなかったっす。検索していただければ。ちょっとあれ桁が違うなと。そうですね。ちょっと取り当たってましたね。でもねこの人はねどこがすごいのかっていうポイントがね、あれなんだよな。自分で自信あるところってどこだかわかる？いやーわかんないっすけどね。いやあるって絶対。なんかいや反応が早いとか
自分に反応って自信ある？いや全然ないです。それは全然ないんだ。いやフードさん見ちゃうと、あ、まあそうだよね、あれはもうぶち抜けてるから、あれかなりいいよね。まあやっぱそういう部分でやっぱないんだろうな。でもなんか人によってあるよね、やっぱり。そう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 、俺はここが抜けてるみたいな、ここは人より優れてるよみたいな部分があるはず。おお、いや今のは褒めとこっす。今それは誰からパクったの？いや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 、オリジナルのあれ金さんから。開発力が一人飛び抜けてるの。そうですね。それか V の人見てちょっと、うん、あーおつもらえるなみたいな。V の人がそれやってるの見て安西先生みたいなブルってなってます。そうブルってなってこれ やってみようかなみたいな。さあちょっとこんな感じです。これこれこれおかしい。これおカット反撃は、わー出た。ジュリーはでもジュリーはね結構落とせるからね。ちなみにいやいないっすよ。いやいるでしょ。いやいないっすよ。いる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 。ちょ剥がし、おい手離すな。来た、うまい、やる、やる、取って、やると思った。おおどっちにしろ止めっぽいんだよ。おしっかり繋いで刻みから表を選択。おあお今のはいきなり慎重になった。うわうまい。あこれはおおおいけるのね。さあこっから、あーうまい出すね。今上見てたなー。ちなみに今のスカシジャンプだったらどう、んスカシジャンプだった場合は、スカシジャンプじゃないって分かったんですよ。あそうなんだ。もうそこ読み合い発生してたんだ。あーそっか。和田さん、和田そういう読み合いしたことないですか？こいつねそういう読み合い多分できないんだ。あちょっと弱いんだね。やっぱ確定とか確定決めたいから変に読み合いしたくないかなって。あら違う違う結構あの熱い読み、あ、ちょ間違ってる間違ってる、あ間違ったじゃん。大丈夫大丈夫今。そういう熱い読みあるからな。そうですね。和子さんそういう読み合い、そういう読み合い多分ね、あんまりできてるよね。やっぱ俺そういう読み合いできないな。やっぱりそこだけがちょっとね残念なんだ。そうですね。ちょっとそこは俺もチームメイトとして。お前、あそっかお前そっち側か。あいけね。こっち側だ。俺はね、あれだからそういう読み合いバンバンしていくから。そういう読み合い。いける。そうそう。いけるときにやっぱ行ってあえて背負っていくっていうね。わーやべミスったな。2対1になる方向と、そこだけでちょっと気をつけて。結構ねそっち寄りの方が、そういう読み合いしないからなぁ。そこがない時々がなんか風向きおかしいのかなと思ったら、あ、そういうことだったんですよ。俺もちょっとそっち寄りなんだよ。対空に関してはあれだな、ダメなんだ。そうだ、何も言わない方がいい。何も言わない方がいい。2対1になっちゃう。2対1になるから。さあガイとか最近はクエト人のガイがいるから、あれさあ、あーいますね。強いんすけど、あれは相当強いぞ。あれはなんか本当にびっくりしましたね。あれ攻撃ワンチャンあるじゃん。クエトでやって予選あったらしくて、だそのクエト人とサクラ、あガノンさん、ガノン両方ノックス2とガノンが取ったらしい。でそれが結構ね、もしかしたらワンチャンあるんじゃないかみたいな。結構なー、なんか起こすんちゃうのみたいな。なれんだよな。おおおおお、ゲージためです。え、なに？ゲージため、あ、ゲージマックスだけど。いやいやいや相手のゲージため、いやいや、今ので今のでゲージためっすとか言って。おお見てから、今のは見てからがしました。おっ絶対に落とさないと。おお思って、お思って、最後はゲージャメ、今のも、そう今ゲージャメ、無駄がないです。無駄がやっぱゲージャメだな最後。やっぱゲージ重要だからな、ゲームはな。やっぱ強えなゲージダメですとか、ね、ただギルティとかブレイブルーゲージあれだから引き継ぎしないけど。そういう読み合いなかったと思うんだけど、ギルティの時の話とかって俺全然わかんないからな。あどうなの、ギルティの時はどういう感じでのし上がってたわけ、うん、これは真面目に言った方がいいですか。言った方がいい、これは普通です。今までは真面目じゃない。真面目です、真面目でしょ。真面目、超真面目。今まで全部ふざけてたの。いやそんなことないそんなことない。できれば真面目に、俺も聞きたいんだよ、うん、俺もちょっと聞きたい。
井上サクセスストーリー、そうそうそう、サクセスストーリーってことじゃないですけどね、うん、基本でも地元でしかユリティ最初やってなかったんですよ、はいはいはい、でユリティがスラッシュっていうゲームが出てから、スラッシュってやつ、まあ、滑った今、ちょっと、まあ、まあ、続けて、続けて、どうぞ、続けて、スルでお願いします。空気に濁されましたけど、すいません、ごめんな、ね、申し訳ない、こっちから、たまに俺やるんだよ、あ、まあまあ、それで、そのちょっと、土日はその都内、池袋に行くようにし、はい、するようになったんですよ、はいはいはい、そこでちょっと結構、そこからちょっと真面目にそのゲームをやりだして、うん、で、あれですね、あの、で次のバージョンが出たときにアクセントコア、アクセントコア、あれが出たときにそのいつものようにその土日は池袋ギーゴでやってたら、はいはい、その池袋ギーゴの店員の人が、うん、ギルティギアプレイヤーで、あーその人が結構俺のプレイ結構見てて、はいはいはい、で攻撃予選 3-4 だから、はい、そうちょっと組んでみないかみたいな、興味ないですかみたいな話しました、はいはい、おその時攻撃自体知らなくて、あ、そうなんだ、そうだから割と新しいプレイヤー、相当新しいね、この人は、そうっすね、スラッシュからだったら、ね、スラッシュから完全に始めたってことだよね、そうですね、まあ真面目にって感じです、うん、まあアクセントコアでちょっとマジに、そうですね、本当にその本当に、まあ、世界を知ったみたいな、そういう感じです、最初テスタ使ってた、いや最初もセイソロだったんですけど、あ、そうなんだ、あれ俺なんかバイケン使ってたって話聞いたことあるけど、それは絶対別人ですね、ワンさん今適当え、そう、俺バイケン使ってたって話聞いたことあるけど、それは聞いた、それはデマ情報、俺井上テスタっていうのがまあいろいろ使ってたのは間違いないですけどね、あとまあセイソルはな、俺ビジョンのランバトル一回戦ったことあるから、 ありますね、辛くもあれ勝ったら俺今相当言えたないやいや大してやってないギルティーでまさか勝っちゃったみたいな、いやいやいや、どんな内容だったか、でも結構接戦でしたよね、あれね、接戦だったんだよ、あ、そんな接戦だったんだ、で俺嬉しかったもん、あれこれ結構有名な、あ、これあの名前聞いたことあるぞ、井上さんですよねでちょっとあの軽くまあこれまあいい、まあ話してればまあこんな感じですよ、いやない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 や、話してもできるって聞いたからこれ今日連れてきたのどっからですか情報、そのお、話してもきた、ゲームはいいね、この後置き攻めに確実にいけるっていうね、これ強いよね、あー出た、おめくり、うん、お開発開発力開発最初にでもそのめくりやられたのあ、やばいよ、ちょっと開発しよう、新潟開発しよう、ちょ、新潟開発しよう、結局それやらねえじゃねえか、違うんですよ、お前読み合い放棄じゃ ん、何が何で潰れたか分かってんの、今のはまあ、ね、今のは分かりますね、でもまあ、いやまあ分かります、ね、いや2回潰されて3回目はないだろう、3回目出して相手がまだやってたってだけでしょ、ちょっとガードする意欲見せりゃよかったじゃん、全部決め打ちだったけど最初から最後まで、昇竜読みと来て、うん、次は昇竜読みはないだろうというその思考こそすでに泥沼だね、いやまあもうそれ やられる人の典型的パターン、でも次につながる負け方でしたよね、と思うじゃない、あそっちか、と思うじゃないですか、二度とこの人入ってこないから違う違う二度とこの人入ってこないから次につながる、次につながるあれ今ギルティ話どこまでしましたっけ、えギルティ、だからあのバイケン使ってたんだ、まあ、バイケンは使ってませんよと、で時々とあのああそうです、ね、接戦を演じてね、で1回目の統一をガチで目指し始めた時は本戦出れなかったんですよ、うん、一応結構予選頑張って出た、そうですね結構出たんですけど、あなるほどね、で当日予選も出て、当日予選もギリギリで負けちゃって、あで本戦をその黙って見てたんですけど、はいはいはい、その時の本戦見てる時はすげえ悔しくて、はいはい、あ絶対来年は出てやるみたいな感じだね、あ当日予選くしくも、そうですね、やっぱ当日予選まで出てあと少し勝てばっていうので、しかも本戦を黙って見てるっていうのは相当結構精神的に来ました、ね、はいはいはい、勝ちに来てるからね、そうですね、うん、当日までも当日までやる気で負けたのは結構ショックでしたね、うん、それは俺もゴッツガーデンでちょっと味わったからあれだけどタイムリー、あんまその話は触れない方がいいよ、あんまその話は触れてないですよね、うんちょっと俺もちょっと あれがあれであんなもんでっていう、まあ、そろそろあれですね、お時間もそうだね、時間ちょっと長すぎちゃったな、そろそろ、うん、我々ね多分攻撃ではバチバチ
そうか、バチバチ、まあ、やり合う、やり合い、やり合えるぐらいまでお互い残りたいもんすね。いや本当っすね、だね、攻撃の舞台でやってみたいですよね。いやまあてか当たったら俺もう潰すから、間違いなく、それだけは宣言しとく。じゃあ俺は譲るわ、もしあのお前がおじさんになっちゃったら。ただおじさんにはちゃんと勝ってね。俺こっち譲るから、譲るから、おじさんにはちゃんと勝って、ね、おじさんにはちゃんと勝ってる、ね、勝っとく、俺が勝って、ね、俺いやだから一応勝っといて、おじさんには。いやいや両方俺が勝つと、そうだから、そこはだからもしそうなったらやりたいんだったら、まあやりたいんだったら、やりたいんだったら、まあ二人ともどうぞって感じ。やりたくないんだったらそれなりに荒らしに行くけど。じゃあやりたくないような、やりたいようなで、じゃあお前もちょっと、俺もじゃあちょっと荒らしに行っといて。あー届かない、あれ反撃入るっしょ終盤。あそう、入るらしいですね。お、いやこれ来季を出すかと。いや安定やん。安定やん、何ができるんだ。相手多分何もできなかった今。バザースカってたら、まあというわけでね、もう、こんな感じで長くね、はい、まあ、今日はね、和野くんがかなりいろいろ話題を提供してくれたので、ね、ありがとうございます、本当に和野子講師。いやあんだけ言ったあたりの心の底ではって感じですよ、うん、あ本当に、はい、あそうです、ここはもうご愛嬌、配信だから。そうですね、あなるほどね、心を痛めて、そういう使い分けもできるとか、発言をね、やっぱな、来撃もやっぱ使い分けうまいもんな。そうですね、そうだよそうだよ、そう、ね、俺そう思ってた。そうですねとか言ったというわけで今日はありがとうございます。はい、じゃあまあこんな感じで、はい、来週のトパンガ TV なんですけれども、一応今のところ予定はありません。はい、もしかしたらゲリラ的にね、なんかやるかもしれないんで、ね、日曜とかにやるかもしれませんが、またなんか何かしらの形で告知したいと思います、はい、っていうわけで、そうですね、今週です、ね、トパンガ TV は、はい、以上で終了とさせて、はい、あとなんか告知とかある、告知はなんかあったかな、私 T シャツ第1弾発送しましたので、あ、はい、欲しいですね。あーちょっとあれで来てくれるんだったら、激安なのよ奥さん、来てくれるんだったら全然ただで1枚持ってていいよ。ただ S しかないから。あ、S で全然大丈夫。S で全然大丈夫だよね。あ、違う、あの海外サイズの S だから。あ、そうなんですか。その代わり俺がちょうどぐらい。あ、そうなんですか。だったら大丈夫。ちゃんと顔出しでブログで、この人もおすすめですっていうふうにやらせてもらえます。あ、はいはいはい、すでにハイタニには、ハイタニの写真1枚撮ってある。あ、そうなんだ。いつ使おうかと思ってる。OKOKOK 、はい、まあ、というわけでね、まあ、T シャツ欲しい人は、はい、時の方にメール。そうですね、まあ、ちょっとなんか発想が遅れちゃうっていう場合も。あ、そう、今だからもう M と L がなくて S しかないので、ね、在庫の方がまだ届いてない、ね、そうなんですよ、海外の方から。あと、はい、そんなとこかなですね。まあ、NSB に T シャツ持ってく、 T シャツ持ってきますんで、ぜひ、はい、現地で。あとなんか投撃の中で、来週投撃の中でマッドキャッツブースがあると思うので、そちらの中で、まあ、我々チームマッドキャッツがもしかしたら何かをやるかもしれないっていうのがあるので、一応それはなんかマットキャットのツイッターとかでなんかあるのかな、まあ、そういうの一応情報も張り巡らしておいてください。以上です。それでは今日はお疲れ様でした。風間さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。